I have a cap, cap. I have a wax. いや、本当に合わねえな。はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第174回でございます。テーマはクリスマスにいろいろ答えようちゅうことで、25日ですね。ハッピーメリークリスマスでいいのかな。はい、ということで、最初にオープニングね、ちょっとね、入れましたけども、ジョンということで、ちげえ、ちょうちあんこみたいになってんだけど、後ろいっか。はい、ということで、邪魔や。ね、せっかくなんでっていうとこと、クリスマスサンタの格好をしてくださいっていうのを言ってもらって、さすがにね、格好はね、誰得だよって話なんでね、さ、可愛い女の子だったらまだしも、30のおっさんっすよ。30代のおっさんですよ。だから、ちょっと帽子だけ被って、あとでせっかく前に、ちょっと前に買ったんですよ。その髪を、に色つけるやつ。染めてないですよ。染めてなくて、ワックス、そう、オープニングのワックスが、その金に色が乗せる。で、洗ったらすぐ落ちるんですけど、をつけてって思ったんですけど、あんまわかんないですよね。これ。今一応金なんですけど。大学生以来っす。はい。自分19の時に黒髪に戻したんで、そう、もう何 ?12 年ぶりに。紙に色乗せましたけど。あ、じゃあ質問答えていきますんで、よろしくお願いします。はい、ということで一つ目がこちら、中高の成績ですね。まあ、早速勉強の話かいって思うかもしれないですけど、まあ、勉強の仕方とかっていうわけじゃないんで、ちょっとね、話します。で、よくこの活動してると、頭良かったんですよね、とか、全科目できますよね、みたいな印象を持たれると思うんですけど、全くそんなことはなくって、特に中学校の時、は、ですね、通知表で言うとどうだろうな、テストだと、確か一学年170か180人だったんですけど、うちの学校だったかな ?170 だったかな中1の最初良かったんですよ。そう。プレステ買ったのね、そっち当時、プレイステーションの1、一番最初のプレイステーションが発売する頃で、それがどうしても欲しくて頑張ったってのもあったんですけど、でもさ、やっぱりどんどん落ちてっちゃって、3桁に行ったことはないんですけど、まあ、でも、70とか、80ぐらいかな。真ん中ぐらいをさまよってる感じでしたね。だから通知表も、得意なので5が1個つく。1個、2個あったらいいかな、みたいな感じで、あと4と3。で、2も、3年間で2回取ったことあるんで、そんな感じです。だからみんなが思ってるので良くないっす。中学校の時特に。はい。っていう感じですね。で、高校、男子校行って、で、高校の成績は良かったです。で、これなんでかっていうと、もう最初から専門学校に行こうって決めてたんです。行きたいって思ってたんですよ。で、自分はライブとかあるじゃないですか。音楽のライブとかのツアースタッフみたいなことをやりたくって当初。で、そういう専門学校にこう行こうって決めてたんですよ。何個かもう目星があって。で、そこに、その通知を、内申点と面接で行けるみたいな。そっち重視っていうのが分かってたんで、当時。だから、通知をだけちゃんと取ろうと。そう、思って、で、だから、定期テストは、ちゃんとやった。提出物と、授業態度と定期テストはちゃんとやってるんですけど、復習しないんで、模試がボロボロになるっていう典型的な、そういうタイプ。だから、一番良かった時、多分通知を、うち10段階評価だったんですけど、高校。で、5段階にこう、まあなんだ、評点の時は計算は変わって、最高 4.9 だったかな。4.8 か 4.9 だったと思うんですけど、最高はね、っていう感じで、高校は良かったです、通知表に関しては。テストもちゃんとやってたんで。ただ、模試は普通に偏差値30とか40とか、ザラに取ってたんで、まあそんな学校生活です。で、本当に、数学はね、高校の時に、やっぱいい先生に出会ったんで、好きになりましたけど、それまで中学の時数学嫌いでしたし、ボロボロですよ。はい。で、高校も数学以外は本当できないので、っていう感じです。はい、じゃあ2番目が、尊敬する人。だからこれ尊敬する YouTuber。っていうのもあったので、まあ、セットで答えます。まず尊敬する人はベタなんですけど、まあ、両親です、やっぱり。一番は、たくさんいますよ。たくさんいらっしゃる。教育界だったらこの方とかね、歌手、歌が好きなんで、ね、アーティストだったらこの方とかいろいろあるんですけど、一番やっぱり両親だし、感謝してるので、やっぱそうっすね。なんだろう、大変だったと思うんですよね、育てるの。こいつね。警察のお世話とはなったことはないですけど、まあ、いろいろ迷惑かけましたしね。で、大学までやっぱり行かせてくれたので、すごく感謝してる、そこに関しては。だからこそ、自分、妹がいるんですけど、妹、ちょうど昨日誕生日で、そう。で、1
今30になったのかな。そうでもあの、ね、ご存知の方多いと思いますけど、うちの妹障害者なんですよ。で知的障害、まあ、この脳の方の障害と、あと発達障害って言って体が育たない障害があって、まあ、30歳なんですけど、見た目多分小学校5年生ぐらい5、6年生ぐらいかな、体の大きさとしては、うん、っていう感じでなんですけど、でそういった中で育ってもらったので、感謝してますね本当に。だからこそ親孝行もそうですし、なんか自分がねこうやって今こうやってたくさんの方に見てもらえるようになったりとか、テレビに出させてもらったりとか、ね、本に参考書出させてもらったりとか、すごい喜んでくれてるので、うん、やっぱり頑張んなきゃなっていうのはすごく思います。はい、で好きな YouTuber の方が、あ、そういや尊敬する YouTuber の方はたくさんいるんですよ、正直。で、やっぱ100万人超えるそのトップ YouTuber って言われる方たちは、基本的に皆さん尊敬してます。で、なんでかっていうと、やっぱりその100万人っていうすごい数の人を引きつける魅力があるわけですよ、そこには。そう、だから、そうして尊敬してますね。で、その中でも、やっぱり、この YouTube って、YouTuber っていう流れを作った、やっぱヒカキンさんとか、あとは今トップね、一番、日本で一番のはじめさん、まあ、あの本人にもね、ちょっとはじめさんって呼ばせてもらってるんで、はじめさんって呼んじゃいますけど、はじめ社長なんかは、まあすごい、そうですね、憧れだし、尊敬してるし、大好きだし、っていった感じです。で、まあ好きな YouTuber って言われると、もっと増えるんですけど、自分 YouTube 見るのが大好きなんで、そう、最近、ブームなのは、ゲーム実況だと、ちはやさん。多分ご存知の方いると思うんですけど、その中までたっぷりちはやだよっていう、ちはやさんとか、あとは、そうですね、普通のだと、花尾さんかな。そうですね、花尾さんの動画楽しいんですよね。花尾さんすごいね、いや、面識ないんですげえ勝手に言ってるんですけど、いつかね、お会いしてコラボというか、なんか一緒にやりたいなっていうのすごく、思う方なんですよね。お会いしてみたいっていうのを思ってます。はい。次が、モテ期ありましたかって質問、おいっていうね。そう、モテ期いつですかじゃないんだと思って。あったよ。一応これでも。はい。人生モテ期3回ってよく言われますけど、自分、小2、高1、23、社会人2年目、あ、塾講師1年目ですね。ここで多分使い切ってる感じです。はい。で、一番フィーバーだったのは小2です。で、これは、もちろん実感なんてないんですよ、当時。もう当時はもう遊ぶことが精一杯だから、俺の中で。小2なんてね。ただ、後々、その同じクラスだった女子に聞いたのが、すごかったんだよ、みたいな。でも聞いた話なんで、しかも小2だし。はい。そこで使っちゃいましたけど、一応モテ期はありました。はい。ただ、これ、あれじゃん。モテ期って言っても、じゃあ、1年に3人告られたら、モテ期って思うよ、俺は。でも、本当のモテる人っていうのは違うじゃん。1ヶ月に10人とかさ、もうなんか、わかる？メジャーリーグとさ、草野球みたいな。草野球の方なんで。はい。っていう感じです。で、恋バナです。これ恋バナね、一番多かったんですよ。最初の中高の成績が多分次に多くて、と恋バナ。これ恋バナさ、ね。まあ、ざっくり話していくと、自分初めて彼女できたのは高1なんですよ。そう、中学の時いなくて。そう、全敗したから。告ったの全敗してるんで。そうね、高1で彼女が初めてできて、まあ、そっから、まあ、ちょこちょこね、ま、いろいろ付き合わせていただいてておかしいけど、まあ、それなりに恋愛をしてきたわけですよ。で、そのね、いただいた質問の中で、一番印象に残ってる恋愛を教えてください、みたいなのがあったんですよ。で、しかもそのね、その子ね、うまくって、今の奥さん以外でっていう。おいっていうね、それはさ、これまずくないか。ま、いいや。そうですね。奥さん、やっぱり一番長い付き合いは奥さんなんですよ。自分23、俺が23の時から付き合ってて、で、一回別れてるんだけど、で、結婚生活も含めれば、丸7年ぐらい。一緒に、7、8年一緒にいるのかな、もう。そう、なので一番長いんですけど、まあ、奥さん以外で一番印象深いって言ったら、やっぱ大学の時ですかね。大学は、入学して、5月、翌月かな ?5 か6月に付き合う、彼女ができたんですよ。同じクラスの子が付き合ってて、その子はもう大学丸4年間ずっと付き合ってたんですね。そう。で、初めて年上だったんですよ。その、彼女が。自分年下付き合ったことないんですよね。タメか年上しかないんですけど、今奥さんも年上なんですけど。で、なんだろう、一浪してたんで彼女が。だから、同じ学年で同じクラスなんですけど、年が1個上みたいな。そう。で、何が印象深いって、ものすごくね、それまでの恋愛って基本的にちょっとね、引っ張っていくというか、そうなんかちょっと
結構自己中な、自己中っていうか、まあ自己中だったのかな。そう、合わせてもらおうみたいな。そう、結構甘えてね。そう、ちょっと俺好きか、好きか、うん、はい。っていう感じだったんですけど、その彼女は年上だったこともあって、こう、追っかけるというかね、好きになってもらうことにすごい必死だったんですよね。好かれたいっていう、そう。そんな風に思ったこと一回もなくって、今まで。そこまでね。だから、ものすごい必死な、まあ、それだけ好きだったんだと思うんですけど、っていう、ね、終わりましたね。はい。以上です。で、次がね、出会いがないとか、気になる人もいないとか、もう、クリぼっち回避したいとかいっぱいありましたけど、すいません、クリスマスもう、これアップしてるのは8時だったら、あと4時間。すぐ見てくれてる方でも、あと4時間しかないんですけど、はい、いいじゃないですか。まあ、来年ね、ぜひぜひ回避していきましょう。超、超無責任ですけど、はい。で、なんかね、自分が思うことですけど、やっぱ恋愛って焦ってするもんじゃないなって超思うんですよ。これは、やっぱり失敗した恋愛があるんですよ。ね、31年生きてるんですよ。3月でも32なんですけど、自分。31年生きてると、あるわけですよ。やっちまったなっていう。だから、一回付き合ってさ、で、もちろん付き合った人数気にしない人とかもいるし、別に嘘つけばバレないんだけど、今まで彼氏何人とかさ、彼女何人って言われてさ、バレないけどさ、でも、やっぱりできる限り、ね、好きな人とちゃんと楽しい恋愛をしてほしいわけですよ。付き合ったことを後悔する恋愛はしてほしくないので、焦らずかな。今、気になる人がいないとか、好きな人がいないっていう方は、皆さんにとって、釣り合う男、まあ、女わかんないけど、がいないだけだから、だからちょっとこう、違う場所に出会いを求めるというか、別にね、何か変なとこに走れってわけではなくって、そう、自分出会いを求めて行ったわけじゃないですけど、高校の時にボランティアやってたんですよね。で、そのボランティアでやっぱ違うところ、違うコミュニティっていうか、その集まりに入れば、それだけの出会いがあるわけじゃないですか。で、やっぱりそうやって、出会うっていうこともそうだし、あと単純に、人と出会うわけだから、いろんな意見を聞ける。視野が広がるっていうこともつながるので、とにかく焦らず行きましょう。で、いろんなとこに出会いを求めるって言うけど、それとちょっと語弊があるけど、いろんな人と出会うように生きていくとすごくいいと思います。で、次ね、これ。俺、これどうしようかすごい迷ったんですけど、もう、飲まねかーい。まあ、いいよ、いいよ。あのね、ほとんどないんですけど、皆さん、おじゃる丸って、ご存知？おじゃる丸。自分ね、教育テレビ、まあ息子がいるのもそうなんですけど、教育テレビやっぱよく、教育テレビ、今 E テレか。よく見るわけですよ。2ちゃんね。2ちゃん、全国2ちゃん？わかんないけど。で、そこのおじゃる丸に出てくるキスケです。画像だ、出せないだろうな、俺の技術じゃ。まあ、ね、キスケっていうキャラがいるんですよ。自分大好きなんですけど、この子やります。これ、ね、知らない子はネットで調べて。そう。これね、頑張るから、いくよ。いくぜ。キクヒョクジュピー。次か、これさ、絶対はじめさんのさ、質問コーナーのやつだよね、これ。はじめさんよくやってるよ、これ。角に足をって。これ、パクリになるじゃんって思ったけど。これ絶対痛いやつじゃない。ちょっと待ってね。これ、あのね、俺ね、今机が目の前あるんですよ。で、下にこう机の足が木というか、あのね、なんだ？あれだよ。本棚を机の足に自分で作ったやつなんで、机が。なってて。これ絶対痛く、ちょっと待って。やるけど。いったん！はい、次。これ、ね、好きなシリーズで、好きな曲。あったのは好きな曲、好きなシャーペン、好きな芸能人、この好きな、48、46グループの中では誰推しですかっていうのと、アニメ。がありました、5個。言いたいんだけど。で、好きな曲はね、もうありすぎちゃって、難しいです。で、好きなアーティストでも難しいんだよね。ただ一番好きなのはミスチルですね。もうずっと好きです。ミスチルとか、あと、まあ、ラッドですね。ラッドウィンプスとか、バンプ。ね、ほんとね、いっぱい好きなんですよ。そう、バンプも好きだし、あとはウーバーとか、もう、ラルクとかグレーとか、いっぱい、なんかいっぱい好きで、小袋とかユーズとかね、出てくるよ。そう。で、普通にね、なんだろう、偏見とかなくって、アイドルとか全然聞くんですよ。ボーカルとかも聞くんですよね。で、好きになった曲は好きっていう感じなので、
そうです。ちょっとふんで、好きなシャーペン、あとね、自分筆記用具というか文房具的な場所か、筆記用具が好きなんですよね。すごいよく、なんか YouTube で商品紹介とかされる方いるじゃないですか、たまにこんなんあったんって食べてみたとか、そういうの全然する気はないんですけど、文房具をね使ってみたっていう動画は出してみたいと思う。あ、出さないよ、出さないんだけど。そうで、これですね、シャーペン見えるかな、ちょっと待って、あーと視点があんまない。このねシリーズ、これゼブラの、ここで自分フル機能使わないんですけど、これカチッてやると触れたりもするやつで、これがすごいお気に入りですね。でもね、あの大学受験の時からこれで俺勉強してて、もちろん買い直してはいるんですけど、このシリーズ確かちょっと形は途中変わったっけな、忘れちゃったけど、あれ大学試験でこれだったっけな、就職試験だっけな、忘れちゃいましたけど、なんかの試験の時にずっとこれで勉強してて、そうで、それずっとお気に入りなんですよね。一時期クルトガを、あの塾講師やってると結構もらうんですよ、プレゼント、誕生日プレゼントとかももらうので、でクルトガとかももらったものは全部ね、あの使うっていう決めてるんで使ってたんですけど、でもまあこれが、うん、一番お気に入りですね。で、あとごめん、計算しちゃった。あとマーカーペンだとプレイカラーが好きで、プレイカラーどこ行ったっけな、あのね、わかるかな、多分知ってること多いと思うんだよ、これ見えるかな、よいしょ、プレイカラー、あ、逆、ん？逆？逆だ、こっちだ。で、このシリーズがすっごい使いやすくって、プレイカラー2かなだったんだけど、最近これないんだよね。で、同じメーカーからプレイカラー K になっちゃって、そう、これ K でね、K はね、ちょっと長くなるけどね、細い方がね、いや、ダメなんですよ、プレイカラー2のこの細い書き心地が良かったんですよね。で、今書き心地いいの探してて、ピュアカラーとかも買ってみたんです。これピュアカラーって違うメーカーね。で、これはね、細いのがね、ちょっと太すぎるっていう、いろんなごめん、長くなる以上で、次好きな芸能人は、そうっすね、アーティストさっき話したから芸能人、ガッキーかなガッキー可愛いっすね、はいあと北川景子さんとかね、そうが好きっすかね。うん、で、48、46グループ、自分ね、あんまり詳しくないんですけど、NMB のさやねが好きですね。あ、でもこれ全然わかんないで、顔だけなんですけど。最低ね、顔だけって多いっていう。うん、あの、顔しかわからないですけど、はさやねのが好きですね、一番。はい。で、アニメは、これなんか、普通にワンピースとかナルトとかね、漫画買ってるやつはまあ好きなんですけど、昔だったらハガレンとか、一番好きなのはスラムダンクなんですけど、もうスラムダンクはトップです。もう俺の中で抜くことはないです、スラムダンクを。だけど、普通にアニメって言われると、いつ ?2 年前にシーズン2があったのかな、知ってる方いるかな ?K っていうアニメがあったんですよ。K。あの、アルファベットの K だけなんですけど。で、それはすごい好きで、シーズン1かなんかの時に、いつだったっけな、生徒に教えてもらったんですよね、それを好きな生徒がいて、で見たらハマったっていうのはありました。はい、ということで以上でございます。もう茶番劇でしかなかった気もしますけど、でも一応ね、真面目に話したとこは真面目に話したんですけどね。はい、少しでも楽しんでいただけたら光栄です。まあおそらくクリスマス終わってるね、これ見てる時にね、クリスマス終わってる方の方が多いと思うんですが、少しクリスマスを楽しむね、ちょっと、サポートができたら嬉しいっすね。はい。こんな動画、もう撮らないから。1年に1回撮るかもしんないけど、はい、今回だけなんで、あんまりこう、低評価ポチポチしないでください。こう初めてやったことで荒れると凹むんですよね。そうとか言ってみて。はい、でもね、ここまでご視聴いただき、本当にありがとうございました。で、次回が、1月1日なんですよ。でもその前に、1年の終わりで挨拶はしたいので、ダラダラジオという形だと思います、きっと。普通の顔出しじゃなくって。で、新年1日、まあ、ちょうど1日なので、そこは顔出しで挨拶がてらと、ダラダラジオと、あと今年の、2017年が、の目標の発表ですね。をやっていきますので、もしよかったら次回の方もぜひご視聴ください。よし、また。はい、じゃあ以上で終わります。以上です。よいしょ。これ大丈夫かな。